おはようございます。いやー、いいお天気だ。見てください、朝ら500円。フレット、ハルくんです。今回の縛り生活は3日間寝起き夜景生活。うわ、朝これ1年前ぐらいにちょうどハルくんが寝起きでジローを食べに行くっていう、いや、あれ革命でしたね。なんとすごい旋風を巻き起こしましたからね。あれはすごく良かったですよ。あれはやっぱり眠くなるものなんで、食べちゃうと、はい、朝食べることによって眠くならなくなるみたいな、で活力になるっていう意味でもやっぱ朝食べるの良かったです。で今回僕が家系で行くと、はい、いうことで、どっちかというと早朝に家系行く方がイメージあるんじゃないですか、皆さん。例えば有名なところで言うと、はい、まあ、朝5時に開いてる杉田屋さんとか、ね、まあそうね、確かにそう、まあ、24時間開いてるとこもあると思うんですけど、で朝って家系いろいろ調べたんですけど、意外に朝ラーメンがあるんですよ。朝限定メニューみたいな、確かに。ちょっと安かったりとかトッピングだったりとか、まあ、だけど、まあ、寝起きというか、まあ、朝家系を求めて今回ね、僕行ってきましたので、はい、ぜひね、その様子をご覧ください。どうぞ。おはようございます。朝です。ということで朝家系生活やっていこうと思うんですけど、いやー、全然家系食べたい気分じゃないな。なんか朝限定メニューとかやってるとこがあって、家系で、まあ、なんかそれが楽しみですね。もう午前中ってか結構早い時間に家系とか食べに行ったことないんで、すごい楽しみですね。はい、改めておはようございます。寝起きですね。朝起きて準備して、そのまま僕はですね、蒲田駅にやってきました。いや、もう暑いし眠いし、家系ラーメン食べれるかなって感じなんですけど、蒲田駅に家系の朝ラーメンをね、提供してるお店があったので、そちらにね、今から行こうと思います。いや、朝ラーメンっていいっすよね。なんか早起きの特権というか。まあ今日ね、めっちゃ早く起きたわけではないんですけど、今9時ぐらいですね、朝の。まあでもね、朝行くだけでお得にね、食べれることができるので、ね、それは嬉しいですね。はい、到着しました。いや、朝ラーメン600円、ライスの量600円、安いっすね、嬉しい。月曜から土曜日、7時から11時までと。
暑い。いやでも美味しかったですね。結構なんか味的にはなんかオーソドックスな家系っていう感じだったんですけど、まあね、朝ラーメンっていうか、まあ終日ライス無料なのかなっていうのはすごいね、やっぱ嬉しいですね。で途中マヨネーズライスみたいなのを作ったんですけど、それがめちゃくちゃ美味しかったですね。で結構ね、麺がねもちもちタイプなので、僕全部普通で頼んだんですけど、まあ、固めぐらいがねちょうどいいんじゃないかなって個人的には思いましたね。いやーでもお腹いっぱいっすねいやいつものラーメンね3杯ぐらい僕ら食べるじゃないですか。で昼過ぎとかにねいつも撮影始めることが多いんで、家系ねもう 2,3 杯 いつもならいけるぐらいなんですけど、いやーやっぱね朝の一杯ってすごい重たいというかまあそれが家系ですからね。僕あんまり朝食べる人じゃないので、こうやってね朝に来て大好きな家系すすって、まあね午後からまた頑張ろうってそういう気持ちにはなりますね。いやーでも暑いっすね、やっぱこの時期すごい暑い。現在6時でございます。眠い、暑、館内です。おはようございます。僕はですね今館内駅にやってまいりました。あの後にちょっと二度寝しちゃって、なんやかんや今9時ぐらいになっちゃったんですけど、はい、やった朝から家系だと思ってね、こんなね髪もセットして準備してきたんですけど、気づいたんですけど今僕めちゃくちゃお腹空いてないんですよねやっぱ朝からね家系なかなかヘビーっすね。いやー食べれるかな。いやでも今日行く家系も朝メニューがねあるので楽しみですね。堀田屋さんです。見てください、朝ラ500円、すごい、1杯500円ですよ。朝500円。はい、ということで堀田屋さんお邪魔しました。いやーうまかったっすね。いやすごくないですか、500円ですよ。朝ラ1杯500円。いやー格安でしたね。でライス1杯もね無料ということで、まあ当然のようについてきますよね。僕らって結構家に引きこもって編集作業とかしたりしてるので、結構朝ね早い時間に来て誰かとお話しして、今日も頑張るぞって、一日頑張るぞいみたいな感じになるのがねやっぱいいですね。で僕ねライス硬いのすごい好きなんですけど、ライスがでもカッチカチだったんですよね。めちゃくちゃ嬉しいですね。カチカチってその悪い表現じゃなくて、ちゃんと芯が残ってるっていうか。いや朝活ラーメンいいなマジでちょっと良さに2日目にして気づき始めたかもしれない。あーでも暑いっすねやっぱ。はい、こんにちは。こんにちは。いや僕今ね朝に家系ラーメン食べに行ってるんですよ毎朝
で、お兄さんもさ、あの、はい、去年、ちょうど1年前ぐらいやったじゃないですか。あ、革命的なやつね。朝二郎。二郎って食べたらすぐ眠くなっちゃうんですよ。なるね。あれが本当にデメリット。美味しいけど眠くなる。はい。それを朝食べることによって、朝って眠いのよ。うん。あー、眠いなって行くじゃん。うん。元気になるじゃん。それからの一日を活力として活かせる。なるね。エネルギーで眠くなるじゃなくて。と、あとは上から食べるとサラダからスタートするんで、あ、体的にも野菜食べた方がいいから朝は。それがあるっていうのも上から順に行くといいんで、そのかける2になって、で、いいか、良かったんですよね。朝って安いから逆に混むかと思ったんでね。混雑してるのかと思いきや、意外にもすっきり食べれるんですよ。意外にか、これ朝家系そんな食いたいか。俺めちゃくちゃいると思った。だから明日もまあまあどっか行くか決めたいんですけど、はい、まあ朝目にあるとこ行こうかなと。すげえ、朝ラーあるのは本当に知らなかった。おはようございます。朝家系生活3日目でございます。まあ、おはようございますと言ったんですけどね、今あたりはねこう真っ暗なわけですよ。なんでかっていうと、今現在時刻3時40分でございます。もう早朝なのか深夜なのかわかんないんですけど、今日はこんな時間から出発したいと思います。バチボコに眠いです。というわけで、最近名前言っちゃうんですけど、本日は杉田屋さんにお邪魔したいと思います。杉田屋さんは、あの、僕、千葉の方にはね、行ったことあるんですけど、新杉田の方にはね、まだ行ったことがないので、はい、本店ですね。はい、吉村屋直系1号店に、はい、お邪魔したいと思います。やっぱね、杉田屋さんは超人気店ですから、もう、朝5時の段階でも、あの、記事とかをね、見る限り、もう4、5人ぐらい並んでるみたいなね、見たので、まあ、できたら一番乗り狙っていきたいんですけど、まあ、くれぐれもね、安全運転で、現地にね、向かいたいと思います。はい、というわけで1時間ぐらい運転しまして到着しました。でもですね、あの、開店まで10分前ぐらいになってしまったので、結構ギリギリになっちゃいましたね。いやー、いいお天気だ。いやー、いいっすね。まあさすがに早朝すぎてね、そんな家系食べる気分的にはね、なってはないんですけど、いやー、杉田屋さん楽しみです。あー、やっぱ一番手厳しそうですね。並んでますね。はい、ごちそうさまでした。杉田屋さん、朝からいただきました。いやー、めちゃくちゃに美味しかったですね。いや、前にね、千葉の方行った時はまだそこまで家系食べてる時じゃなかったので、
いやー、こうしてね、この浸水団のとこ来れてよかったっすね。僕4時50分ぐらいにお店の前行ったんですけど、もうすでに2、30人ぐらい並んでて、いや、こんないるのかと思いました。びっくりしましたね。学生さんかなと思いきや、もう幅広い年齢層の方がね、いらして、逆に仕事前とかに、行く感じなんですかね。で、あと早朝すぎるんで、ラーメン一杯だけね、食べようかなと思ったんですけど、ライス、まぶし丼もね、いただきました。いや、本当に美味しかったですね。これは朝のエネルギーになりますね。いや、大満足の一杯でした。はい、杉田さん、ありがとうございます。朝ラー最高でした。はい、ということで、いやー、早起きの日々でしたよ。いやー、でもこれ、いい、どうなのこれは。いや、いいのかどうか。いや、まあね、うん、いいなと思った。おお、やっぱ、今回ね、朝ラーメンあるとこ全部行ったんですよ。はい、100円安かったりとか、まあ、600円、しかも500円食べれるとこだったりとか。朝ラーメンの場所があるのすごいよね。そう。まあ、食べた感想としては、もちろん、やっぱお得に食べれる。やっぱ、早起きはお得だなっていうのはすごいね、わかりました、ね。なるほどね。安いっていうシンプル、はい。そしてやっぱ、春くんも言ってたんですけど、やっぱ活力になりますね。おお。朝からこうガツンと、やっぱ朝食べないじゃないですか。食べないね。朝食べないんですけど、うん、そこであえてラーメンを入れることによって、うん、まあ、ガツンとね、今日頑張るぞみたいなエネルギーになりますし、はい、やっぱ家系入ってるんで、昼とか夜とかあんまお腹少ないんですよ。ああ、オートファジーにもいいかなやっぱ朝でね、オートファジーあ、ダイエットになるんじゃないかみたいなね。あ、そう、むしろね。なるほどね、はい、皆さんもね、良ければやってみてほしいかなと。今日過酷なもんなのかと思ったけど、そんなことないですね。いや、早起きが過酷なだけでしたね。あ、起きることがしんどかった。そうで、自分の問題するから、うん、まあもちろんやっぱ入んないね、いっぱいぐらいでもうお腹いっぱいになりますね。というわけで最後もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でバイバイ。ありがとうございました。